リトアニア社会民主党は、リトアニアの社会民主主義政党、欧州社会党に参加している。現在のリトアニア社会民主党は、リトアニア民主労働党と、リトアニア社会民主党が合併して誕生した。民主労働党は1990年までは、リトアニア共産党として活動していた政党である。リトアニア民主労働党は、1990年12月に、 リトアニア共産党の改革独立派を主体に結成され、アルギルダス・ブラザウスカスが党首に就任した。1992年の議会選挙では単独、過半数を占め、ブローニス・ロバス・ルビースを首相とする民主労働党単独内閣を発足させた。1993年には、党首、ブラザウスカスが大統領に就任した。社会民主主義的な投稿量を掲げ、 1996年の議会選挙まで民主労働党単独で3つの内閣を維持、運営した。しかし、経済不況と党執行部内の汚職疑惑によって1996年議会選挙では大敗した。旧リトアニア社会民主党は、帝政ロシア時代の1880年に結成された政党を復活する形で1989年に、 結成された。経済的左派と大きな政府を施行した。その一方で、ソ連編入による抑圧の経験から、同じ左派政党である民主労働党を敵視し、民族主義的側面も持ち合わせていた。1992年議会選挙では8議席、1996年議会選挙でも12議席に止まり、党内では民主労働党への接近論が強まった。 そして1999年にビーテニス、アンドリュカイティスが新党首に選出されたことで、民主労働党との協調路線に転換した。民主労働党との協調に反対する勢力は、党内会派、社会民主主義二0を結成した。2000年10月に行われた議会選挙を前にした9月3日、民主労働党と社会民主党は共同党大会を開催した。両党は、 選挙に向け、1998年に大統領人気満了で政界を引退していたブラザウスカスを擁立し、新民主党とリトアニアロシア人連合を加えた選挙連合、アルギルダス・ブラザウスカス社会民主連合を結成した。選挙連合に反対した党内会派、社会民主主義2000は、社会民主党から分離し、別個の政党となった。 ブラザウスカスの選挙連合は選挙で51議席を獲得し第一勢力となった。選挙直後に発足したリトアニア自由連合など中道諸政党による連立政権が2001年6月に和解した後、新同盟と共に第一次ブラザウスカス内閣を発足させた。連立政権発足前の同年1月27日に民主労働党と社会民主党は 完全合併を達成し、ブラザウスカスを党首とする新、リトアニア社会民主党が発足した。2004年の議会選挙でも、社会民主党は勝利し、第二次、ブラザウスカス内閣を発足させた。この内閣は、与党内における汚職や、党内構想が原因で2006年6月に退陣したが、新政権も、社会民主党のゲデミナスキルキラスを首相とする、政権となった。 キルキラス政権は少数政権であったが最大野党である祖国同盟イコールリトアニア保守党の非公式な協力関係を築けたことで安定した政権運営を行うことができた。しかしエネルギー政策をめぐって田元を分かち2008年の議会選挙では祖国同盟イコールリトアニアキリスト共民主党を中心とした右派勢力に敗北した。2009年に アルギルダス・ブトケビチスが党首に就任したことで、旧社会民主党出身者が初めて、新社会民主党の党首となった。2012年10月、議会の任期満了によって行われた、議会選挙の結果、与党である、祖国同盟イコール、リトアニア・キリスト教民主党を上回って第一党となった。なお議会選挙と同時に、ビサギナス原子力発電所建設の是非を問う。 国民投票が行われたが、社会民主党は、費用対効果の観点から、原発建設計画見直しを求めており、ビサギナス原子力発電所建設計画は見直しを、迫られる可能性が出ている。11月22日、議会が、ブトケビチュス党首を新首相に承認したことで、社会民主党を中心とした、連立政権が発足した。二千十六年リトアニア議会選挙では、 リトアニア農民、緑の連合、祖国同盟イコール、リトアニアキリスト教民主党に次ぐ、第三党となり、農民、緑の連合との連立政権に加わった。2017年、党幹部は農民、緑の連合との連立から離脱することを決定。これに反対した、社会民主党党員は離党し、翌年リトアニア社会民主労働党を決闘した。ありがとうございます。